こんにちは、はちみつマイスターおしゅんです。今回は第79回目の放送になります。引き続きはちみつマイスターおしゅんさん教えてという題でお話していきたいと思います。今回のご質問なんですけども、はちみつや養蜂家にはどうやってなるんでしょうかという、そういうご質問が来てます。まあこれ、はちみつ屋さんをやるのと養蜂家になるのとちょっとは違うんですけれども、まずこの養蜂家にどうやってなるのということなんですけど、別に学校があって、養蜂のことを教えているわけではないので、長年やってらっしゃる養蜂場の門を叩くというのが一番かと思います。もちろんなかなかね、人を雇用するっていうのは難しいですし、養蜂を教えていくっていうのは大変な作業なんですけども、昔からやってらっしゃる養蜂場にですね、お電話なりお手紙なりメールなりを、自分の思いをですね、熱く語ってするとですね、まあ養蜂家皆さん義理人情にすごく深い、人間が多いので、その根に負けてしまってですね、じゃあうちにおいでと言ってくれるかなというふうに思っております。募集を出しているわけではあんまりないんですけれども、自分がミツバチが好きで興味があるということでしたら、後先構わず自分の思いを当主に語っていただいて、その当主の方がいいよと言っていただいたら、ぜひ全身全霊で養蜂業の方に行っていただきたいと思います。本当に養蜂業っていうのは素晴らしい職種だと思ってます。ですので、ぜひ若い方も、それを目指してやられたらいいんではないかなというふうに思ってます。一方、蜂蜜屋さんになるにはどうしたらいいかということなんですけど、やはり蜂蜜を仕入れる、蜂蜜を購入するルートを見つけないといけないので、結構ハードルは高いです。いきなり蜂蜜屋さんを目指すというのは、なかなか選択枠にはないのかなというふうに思います。当然自分もお商売をやってて、その過程でですね、何かのご縁で蜂蜜会社さんと縁ができたところから、蜂蜜を販売してみてはいかがかなというふうに思ってます。ぜひ熱い思いで養蜂業に飛び込んでいただければと思います。以上、はちみつマイスターおしゅんでした。ではでは、またまた。じゃあね。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしよろしかったら、いいねボタンお願いしたいと思います。また、チャンネル登録のほどもぜひお願いします。引き続き、はちみつのことであったりだとか、ロイヤルゼリー、プロポリス、マヌカ、ミツバチのことについてお話していきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。コメント欄にこんなこともやってほしいなということがありましたら、どしどしご応募ください。以上、はちみつマイスターおしゅんでした。ではでは。